ちの本当の姿を見せるとするか。我が名はロームブス・フレームス・ハイラル。かつてこの地にあった国ハイラル、その最後の王だ。この国は100年前大厄災によって滅んだと言うたな。わしはその時に命を失い、今や魂だけの存在となってしまった。記憶の確かでないお主に全てを語れば困難じゃ。そう考え、わしは仮の姿をとっていたのだ。許せよ、今こそ話そう。100年前に何があったのか。厄災ガノンの正体、それは太古の昔、この国に生まれた魔王が怨念と化して復活した姿なんだ。ガノンは伝説や研ぎ話に現れるものとして語り継がれてきた。だがある時、王国の占い師が一つの予言を告げたのだ。大地に厄災ガノン復活の兆しが。だがガノンに抗する力もまた大地に眠る。我らは予言に従って発掘を行った。その結果、王妃祖先の手により作られた遺物がいくつも発見された。人が操る獣をかたどった4体の巨大遺物、神獣、自らの意志で敵と戦うからくりの兵士カーディアン、それらは我が国で長きにわたり語られてきた伝説と見事に符合している。封印の力を持つ王家の姫と大魔の剣に選ばれし騎士、彼らは遥かな太古、遺物たちと共にまことガノンを封印していたのだ。100年前の王国には力の継承者である姫と才能ある騎士がいた。そこで我らも祖先に習った陣を張ることにしたのだ。ハイラル中から特に優れた能力を持つ4人を選び出し、神獣を操る任につけ、そして姫を補佐とし、彼らを英傑と名付けて結束を固めた。姫と5人の英傑が揃うことで厄災は封印できるはずだ。だが狡猾なガノンは我らの想像を超える策を持って復活したのだ。ゼルダを守ってくれた騎士、それが
地の祠に運ばれ、百年をかけてようやく蘇生を果たしたのだ。お主が目覚めてより幾度か耳にした導きのこと、あれは今もハイラル城でガノンを抑え続けているゼルダの声だ。だがゼルダの力は地に尽きる。その時ヤツは完全に復活し、この国は今度こそ滅んでしまう。リンクよ、国を守れなかったわしに言えたことではないか。それでも頼みたい。ガノンを倒し、民を、そして娘を救ってやってくれ。四神獣はガノンに奪われたまま、ハイラル城でも多くのガーディアンが動き続けている。今もお主がすぐにあの城へ行くのは厳しかろう。まずはここより東の地にある村を訪ねるのだ。村の名はカカリコという。そこに住むインパという者がお主の行くべき道を示してくれるだろう。カカリコ村の場所はシーカーストーンのマップに記されている。まずあの二子山を越え、道沿いに北へ進む。